次は何を塗装しようか。金色に。どうもショッカー戦闘員しょっちゃんです。では今日ですね、アンケートの回答でございます。そして新たなアンケートでございます。金色後ろにあるの分かりますね。この前皆様にお願いしていたアンケート、次にゴールドにしてほしいもの教えてというアンケートです。なんと久しぶりになかなかいい数回答いただきました。ありがとうございます。今日はさささっとねアンケートのこと言ってきます。今日ですねもう一つ相談の動画も上がりますので、ぜひそちらも見てください。アンケートの結果はこちらです。はい、全部で90票、グッド8、回答してくれた90名の方、グッド押してくれた8名の方、ありがとうございます。その一手間本当に嬉しいでございます。結果見ていきますよ。なんとねダントツ 71% で変身ベルト。そりゃそうだよね。もし自分が何塗ってほしいって聞かれたら変身ベルトって答えるもん。大変そうだけど頑張る。ということで次回第3回目ね、ゴールデン企画金色塗装をね、何やっていくかっていうのは変身ベルトに決まりました。頑張る。一応他の結果も見ていきましょう。2番目に多かったのが01のプラモの黄色い部分 11%、 次に多かったのが変身アイテム。これはあれですね、プログライズキーとか金色にしたらいいんじゃないかなって思ってる方が多かったのかなと思います。その次01のプラモ全身 6%ね、全身金色いねするにはまああのソフビでもいいのかなと思うんですけれどもね、プラモをあえてやっていくっていうのもいいのかなというところだったんですけれども、最後が 2% 武器。別に武器はどうでもいいかっていう感じですね。うん、変身ベルトゴールドだったらかっこいいね。わかる、その気持ちわかる。ということで変身ベルトを塗っていこうと思うんですけれども、もし時間があったら土曜日30日ぐらいにね、変身アイテムをね見に行けたらいいなと思うんですけれども、やっぱりね自分が1個だけ持ってるビルドドライバーを金にするとか時空ドライバーを金にするっていうのは勇気が出ないので、中古のものをね買ってこようと思います。リサイクル、リサイクル、環境に優しいリサイクルで、今回も皆さんにお願いしたいです。何の変身ベルト塗ればいいでしょうかっていうところなんですが、これ難しくって、お店に行ってみないと何の在庫があるかわからないんですよね。っていうのとアンケートの選択肢が5つしかないというところなんですよ。でまず昭和平成で言ったら平成で行こうと思っています。平成とまあ01ドライバーがぼちぼち安めの値段とかで売っていたら01ドライバーでもいいのかなと思うんですけど、今自分のね01ドライバーちょっときついな、ソードライバーもきついな、でもソードライバーやっちゃってみたいな感じするかな、いやでもなーっていう風に今悩んでいます。ということで第何作目から何作目まで、例えば第1作目から第5作目、第6作目から10作目、11作目から15作目みたいな感じで5つぐらいずつ区切ってやっていこうかなっていうところでございます。選択肢を出していきます。2000年から2004年、2000年クーガ、2001年アギト、2002年リュウキ、2003年ファイズ、2004年ブレイドという、ここまでの枠1つでございます。続きまして2005年から2009年、2005年ヒビキ、2006年カブト、2007年デンオウ、2008年キバ、2009年ディケイドです。次2009年から2013年、これね作品数で区切っていっているので2009年被るんですけど、2009年ダブル、2010年オーズ、2011年ホーゼ、2012年ウィザード、2013年ガイム、ここまででございます。じゃあ次2014年から2019年まで、これはね作品数ちょっと溢れるんですけれども最後までいっちゃえっていう感じです。2014年ドライブ、2015年ゴースト、2016年エグゼイド、2017年ビルド、2018年ジオ、2019年ゼロワンです。で最後どうしてもセイバーのアイテムがいい、はい、これも冒険、かなり冒険、セイバーのアイテムがどうしてもいいっていうんであれば、家にあるもしかしたら怒号剣激怒とか、あダメか、変身ベルトだもんね、怒号剣とかダメだ、変身ベルトじゃなきゃダメなんだ、あーまあでも頑張ってみたいと思います。このね5つの選択肢でお願いします。この結果を絶対するっていうわけじゃなくって、ここから、買い出しに行っていいものがあったらもしかしたら皆さんのね投票していただいた一番のものじゃないかもしれないんですけれども、その辺はねお店行ってみないとわからないので、まあそんな感じで皆さんのね意見を参考にしたいと思いますので、そちらのアンケートを取らせていただきます。あーなんかドキドキしてきた。さすがにねガンダムマーカーでできるかわからないんですけれども、できそうだったらしますし、できなそうだったらスプレーに挑戦してみたいと思います。
それではそんな感じでよろしくお願いします。でアンケート、締め切りなんですけれども、1月29日金曜日の朝9時にします。いつもと変わらずです。それを参考にね、29日もしくは30日買い物に行けたら行ってみようと思います。皆さん回答お願いします。コミュニティ欄です。以上アンケート動画でした。本日昨日とアップしております仮面ライダーセイバーの騒動第4弾ブック4、そちらのね組み立て動画レビュー動画もねぜひぜひ見てください。そんじゃまた次の動画でお会いしましょう。アンケート怖いけど皆さん正直に答えてください。よろしくお願いします。